おつの枯れ様でございます。なー仕方なしとはこういう菊花賞を言うのでしょうか。はい、いやー力発揮できずの6着頼んで最後。悔しいから残のパイしましょう。残のパイ、うわーもう残のパイだこれ。いやいやいや、もうフルボッコですよ。まあいろいろ思うところありますので、ちょっとまず飲んでから残のパイ頼んでさえるも、おつの枯れ様です。うまいけど苦い、もっと美味しいはずだ。勝てばね、当たれば美味しくなるんですけども、第85回菊花賞、勝ったのはアバンシック、スワーブリチャード3区、ハハッチ、ハーリンジャー、そして2着に、よく2着まで来たな、ルーラーシップ3区、ヘデントール、そして積極的なあれですね、さすが武豊ジョッキー、アドマイヤテラということで外枠で決まりました。っていうことはどういうことなんでしょうかね。いやあそこまでね、入れ替わり立ち替わり激しいレース、久々かな、 G1 では初めてかな、あの菊花賞で、逃げ馬には相当応えるレース展開でしたね。まあスタートから行くと、一番いい枠を拾ったピースワンデュックが、吉富さんが出遅れて、そして、名将タワルもいきなり行くんじゃなくてゆっくり行くこと、その前にエコロパルツ岩田のどっちゃんがダーッと行くことで、最初の下りはずっとコーナーゆっくりって、で正面スタンド前でここでもう動きがありましたね。出遅れたピースワンデュックがスルスル中段か中段に行って、内から中段に行って、そして、私が見るところによるとウエストナウの内から行ったことに西村の時はちょっとびっくりしたようなね、リアクションしてましたけど、そこからちょうどゴール前、1周目の正面さんとゴール前過ぎたところでインにバーンと来て、エコロバルツにぶつかったんですよ。エコロバルツはラチにぶつかりそうなぐらいちょっと弾かれたんですよ。あれでエコロバルツはリズム崩したんじゃないかな。でもあの後よく頑張ったと思いますよ、垂れていかなかったので、ああいうことが起きるのが競馬なんでしょうけどね。そしたらその瞬間ぐらいが名将たまるがバーッと先頭に行ったんですが、そう最初のこのコーナー、向こう上面に行くコーナーのとこで、あ体勢決まったなと思ったら、そこに、ピースワンデュックが前に行って、名将たまるの前に行って、あなるほど主張したんだなと、これの体勢で行くなと思ったら、さらにこれノーブルスカイが外から、いやちょっとね逃げ馬先行馬にはきつかったですよね。どこにシュバルツクーゲルも行って、その後ろに、いいとこに、ダノンデサイル行ったんですけど、どん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 なんか前に入られたもんですから、前がやり合うもんだから後手後手になっていく、でうちにまあうちにいたもんだから、まだね動けない状態だったんですけど、で向こう上面行ったら、まあ、アーバンシックがちょっと動き始めて、その後ろからあ前はやり合ってる、これは絶対前は垂れてくるなって、外からアーバンシックの外をガーッとアドマイヤテラ豊ちゃんが言ったんですよ。それ見て3馬身ぐらい後からヘデントールが言った。ヘデントール途中まで一番後ろでしたからね。いやーそうするとね、前行ってた馬たちがもう体力なくなって落ちていくんですけど、3コーナー最後の3コーナー4コーナー下りのとこなんて外は行くけど内は下がるっていう、こういう図式が見えてくるね。いやこれはちょっと困ったぞ、ダノンデサイルどんどん後ろ行っちゃう、だからもうコーナー回って直線向くときには後ろから3番手ぐらい出したよね。まあ結果踏み込みが遅れていく状態なんですけども、4コーナー回った時に前にいた馬たちで決まりました。まあそういう流れになってしまったので、あの位置からダノンデサイルダービー馬厳しかったと思います。かわいそうなレースだったんじゃないかなと思います。
馬体重プラス18キロ大きくなりました。いやータラレバですけども、本当にタラレバですけど、私はこの世代一番強いと思ってますので、ダービー馬ダノンデザイルボ、もうこれの悔しさはね、有馬なのかその前のジャパンカップ出てくるのか、いや来年だな、来年 G1 5勝、それをね期待します。いやーダノンデザイルは絶対強いんですよこれ。でもあの展開じゃどんな馬も勝てないですよ。途中までは良かったんですけどね。いやー流れはあるからな、しょうがない。上位に行った馬たち、ダノンデザイルは最後いいやつに来て6着ですけども、上位6頭と後ろはもう上がりのタイムが違いますから、2秒以上違います。そんなような35秒台が前6頭、後ろは37秒台以降なんで、そういう展開です。だからこれはね、まあ捉え方ですけど、へぐったっていうね、捉え方もできましたが、もうああいう流れになってああいう状況だったら仕方なし。昨日の雨でちょっと荒れて乾いてましたけど、内輪馬場はもうひどいです。3、4コーナーあそこを走った馬たちは足、まあ、体力をね消耗してるんじゃないかなと思います。足取られたりね、体力消耗してるような雰囲気ありました。最後外大戦もね、タクシーの中で見てましたよ、携帯で。今日岡山県の倉敷の水島っていうところに行ってきたんですけども、三菱自動車の工場があって、そちらで、感謝祭って言っても工場で働いてる人たちだったり、近隣の方だったり、その働いてる人の家族だったりで、たくさんのお客さんの、まあお祭りのようなね感謝祭があって、そこにコンビで行ってまいりました。いやーということですね、はい。まあうちの方が有利なね長距離なんですけど、うちの走った馬たちが、まあ、体力消耗不利を受けたりっていうね、流れが向かなかったですね。外をうまくいった馬たちの流れになりました。名所タワルもね、自分のレースできなかったですよね。あの前走のようなああいう逃げで行ってほしいと思った人もいると思うんですけど、もう距離が違いますから、あと前走やや馬だったから疲れてたのかな。あと湘南ラプンタもね惜しいな。これはまだまだ鮫島ジョッキー経験積んでもらいたい。ねえ、まあもう一回やったら分かんないよって、思っときましょうね。私はダノンデザイル号がこの世代では一枚抜けてると思ってますので、今後も応援していきます。馬券取れなかった方、私と同じように馬券取れなかった方、ザンのパーイ、大津のカレサボでございます。来週は天皇賞秋ですよ。来週面白いですよ。もうどれが勝ってもおかしくない、どれが馬券に来てもおかしくないぐらいのメンバー構成ですね。ちょっとやっぱ荒れてほしいね。ちょっとはね、今日なんか5200円か3連続で、3連続で1万9000円か、やっぱゼロ一つぐらいね、もっと行ってほしいね。アーバンシックはうまかったし強かった、ね、位置取りだな、位置取りでいろいろ変わるレースだったかなと思います。ビザンチンドリーム頑張りましたね。秋華賞菊花賞取れなかったですけど、天皇賞秋は皆さん取りましょう。あ、そうそうそう、あと川田ジョッキーが昨日落馬して、搬送されて入院したんですけども、もう今日の時点で退院して競馬場まで来てたというふうな、ね、ニュースが出てましたので、来週はまた競馬に参加できるっていうことをね、ちょっと祈りながら、ね、応援したいと思います。リバティアイランドですからね、天皇賞秋組でね、いやいいですよ、やっぱいいメンバーですよ。展開次第なのか、どの馬が逃げるのか、どんなペースで逃げるのかでね変わってきますので、スタート次第もありますよね、はい、ということで皆さん、おつお疲れ様でございました。明日も頑張りましょう。仕事頑張るぞー。